ただます、皆さんどうも、クッキーです。ということで、今回は1週間でチャンネル登録者何人増えるのかを振り返っていきます。当初の予定では声かけもバリバリにして1週間でどんだけ増やせるかなとか考えてたんですけど、なんだかんだ忙しいというか、学校とかバイトとかいろいろあって声かけができなかったんですね。だからもう途中で路線変更して毎日投稿を一応してました。ショート動画を含めて1週間毎日投稿してたんですけど、それでどれぐらいチャンネル登録者が増えてきたのかっていうのをちょっと振り返っていきたいと思います。まあ本当はね、1日目何人こうこうこうでみたいなコメントをつけながらやっていこうと思ったんだけど、それすらできてないっていう。なんでざっくりとした経過を振り返りながらやっていこうかなと思います。ということで、こちらは12月6日月曜日の時ですね。まあだからこの企画のスタート、この時のチャンネル登録者数は、はい、207人でございます。なんかね、増えたり減ったりを繰り返してて、このままじゃダメだろうということでこの企画始めたんですけど、毎日投稿してってどうだったのかっていうと、次が金曜日なんだよねその間に増減はあったんだけど、とりあえず金曜日時点で何人だったのかというと、こちら209人でございますね。なんでスタートから考えると2人増えてると。でもこれなんか火曜日だか水曜日だかに一旦減って、そっから1人ずつポンポンポンって増えてったみたいな感じなんですよね。で、まあ209人になって、で、土日と挟ん で、最後ね、ちょうど日曜日から月曜日に日付変わるタイミングで回してたんですけど、この時のチャンネル登録者数は211人でございました。ね、4人だね、トータル4人。まあでも減ったりしてたから多分ね、5、6人はしてくれたのかな。ということでですね、まあ、こんな感じですね。過去7日間のチャンネル登録者数の増減。こうやって1人減って、2人増えて、1人増えて、002ということで、まあ、合計4人だったんですけど、今ねこの動画を回してるのが13日の月曜日のお昼ぐらいなんですけど、こちら209人になってます。どういうことだろう。まあとりあえずこの期間内だけは登録してやるかみたいな人なんですか。どういうことですか。なんでやろ。まだね考え中なんだけど、ちょっと大きい企画を、誰もが思いつくけど多分やらないようなクレイジーな企画をね今考えてるので、もう少しお待ちください。絶対にガツンって登録者増やしてみせるんで、ちょっと楽しみにしといてもらえればなと思います。そんなわけで1週間でチャンネル登録者何人増えるのか、かっこ声かけなしでは4人増えました。でその後2人減った今後もね動画投稿は続けていくし、クレイジーな大きい企画をやっていければなと思うので、皆さんもしよければチャンネル登録、高評価、コメント、各種 SNS のフォローをよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。